どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品を中心にレビューをさせていただいてます。このように、再生リストまとめさせていただいておりまして、ぜひですね、クラウドファンディング製品とか、そういった製品にですね、興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひですね、僕のチャンネルを登録しておいていただければ、ほとんどのクラウドファンディング製品をですね、網羅しておりますので、ぜひ、買う前にですね、どんなものかなっていうのを見ることが可能です。ぜひ僕のチャンネルを活用していただき、素敵なものと、巡り合えればと思います。今回ご紹介するのもクラファンの製品です。僕実はなんですけど、だいたい1日あたりですね、18時間ぐらいほぼパソコンを触っているんですよね。結構寝る時間が僕は少ないっていうところもあって、それぐらいのたくさんの時間をですね PC の前で過ごしているっていう感じなんですけども、僕自身ですね PC を長くやってると一つ悩みがあるんですよ。それ何かっていうと、こっちの手が結構ねマウスでこういう風にやったりとかするのを、そうすることによって腱鞘炎になるんですよね。で、腱鞘炎ってなったことある人だったらわかると思うんですけど、結構悪化すると手が痛くてですね、それこそこういうマウス操作だったりとかタイピングっていうのが結構しんどくなるんですよ。で、僕みたいにこう PC を結構長くされる方っていう人なのはですね、比較的腱鞘炎とかそういうのもなりやすいですし、あとはですね、これからの夏になってくると、やはりこう僕の家の近くのですねテニス場でもそうなんですけども、テニスをされる方が結構多くなります。で、テニスも手首のスナップをよく使う、まあいわゆるですね、ものになってる。で、そういった意味からもですね、どちらかというと、まあ腱鞘炎になりやすいリスクがあるスポーツです。で、今回はそういった腱鞘炎悩んでる方におすすめの製品を紹介しようかなと思います。今回紹介したのはこちらです。手首の負担を減らす吸水と速乾で楽と固定、現役テニス選手が認めた手首サポーターであるアネカというですね製品を紹介しようかなと思います。こちらね、幕開けの方でクラウドファンディングを現在出資支援中になっておりまして、これがとにかくつけやすくて、しかもコンパクトで、そしてデザインもですね結構シンプルですごいいいので、ぜひですね僕みたいに悩んでる方いらっしゃったら、こちら購入してみてください。値段としては現在このような価格でですね、結構ね値段的にも安いんですよね。なのでサポーターっていうと結構薬局とかでも売ってると思うんですけども、結構いい値段するんですよ。それに比べると比較的ね買いやすいかなっていう風に思いますので、ぜひ購入してみてください。じゃあ早速こちらのアネカというですね、このサポーターですね、ぜひ、皆さんと一緒にどういった機能があるのか、どこが他のサポーターと違うのか含めてですね見ていきたいと思います。見ていきましょう。おー、レッツゴー。今回ご紹介するアネカというサポーターになっております。メーカーさんの方からブラックをですね今回ご提供いただきました。はい、夏に入っているのがですね比較的シンプルにはなっておりまして、こういった形のですね、サポーターが1個と、あとはサポーターをね、使うための使用方法が書いてある紙が1個ですね。こちら日本語対応ではないのですが、皆さんの元に届かれる時にはですね、おそらく日本語対応のものがついてくるんじゃないかなと思います。もしついてこなかったらですね、僕の動画を参考にですね、いろいろと、付け方だったりとかを見ていただければと思います。はい、サポーター自体はどういった感じなのかっていうと、こんな感じになっていて、ここの部分がマジックテープで1個に連なってるタイプの、サポーターです。で、僕は今回黒をご提供いただいたんですが、黒の他にもですねこちらのベージュのカラーもありまして、ベージュって言ってもね、なんかこうババ臭いベージュとかそういった感じではなく、どちらかというとなんかおしゃれなグレーみたいな感じの、色になってるので、そういった意味からもファッションとかにも合いやすい、日常使いがしやすいサポーターかなっていうふうに思います。はい、どうしてもねサポーターってなるとね、なんかこうちょっと怪我した人の、まあ、イメージが強すぎてですね、普段のファッションに合わせてもなんかみんなから大丈夫ってこう心配されがちではあるんですけど、そういったところもあまりないかなと思いますね。まずこちらのサポーターなんですけど、こういった方に特におすすめです。我が家でもそうなんですけども、赤ちゃんがいる、方とかだったらね、結構赤ちゃん抱っこしなきゃいけないんですよね。そういった人にもおすすめだし、あとでは仕事で、結構重いものを運ぶだったりとか、僕みたいに、パソコン作業されてる方、その他にもこういった方とかにはおすすめの製品かなというふうに思います。はい、で実際のこの製品自体はですね、スペック的なところで言うと、本体素材としてラディロンっていう素材を使っています。で、ラベル素材に関してはゴムとベルクロを使っているような感じです。
で、素材自体触ってる感じとしては、ウェットスーツみたいなもちもちしたような感じの生地感になっていて、ちょっと他のね、まあ、いわゆる薬局で売ってるようなサポーターとかみたいにナイロンチックすぎるわけではないので、かゆくもなりにくいかなって思います。はい。製造者としてはアネカで、国内輸入者としてはリコが販売している形です。で、一応品質保証として、購入日から6ヶ月間に関しましては、保証もついているので、万が一購入した製品に汚れだったりとか不良だったりとかがありましたら、こちらね、国内輸入会社の方に、電話番号を載ってありますので、ご連絡いただければと思います。まずこちらのサポーターなんだけど、使い方っていうのをね、やっぱり皆さんね、気にされると思うので、ちょっと使い方をねご紹介させていただきましょう。はい。使い方、まあ簡単に言うとね、もうサポーターなので、手首を入れて引っ張って貼れば終わりっていう形です。これって簡単に言うけども、実際すごいことなんですよ。他のサポーターっていうのは、ここの部分がこういう風にね、すらなってないから、一人でやるのは結構大変だったりするんですよ。なんですけど、今回のこのサポーターに関しましては、付け方なんだけど、輪っかをね、ここ通していただいて、ここの部分に骨があるのよ。この骨が、ここの窓から出るようにしてあげて、これをキュッとする。このアネカっていう、やつが上に来てればそれで大丈夫みたいな形になっています。付けた感じとしても手首がね、こういう感じでしっかりと固定される形になってるので、そういった意味からもなんかこう変な方向に曲がったりとか変な力が加わったりとかもしません。ね、僕ちょっと腱鞘炎がちではあったんですけど、これでだいぶ楽にはなってます。で、このアネカの手首サポーターに関しましては、ここの部分ね、先ほど見ていただいて、ん?っていう風に思ったように、ユニークなこの輪っかがあるんですよ。で、この輪っかは手首サポーターとしても、とても簡単に着陸できるようにサポートした形になっていて、このアネカのこの輪を D-ROCKっていう風に呼びます。で、これ韓国でデザイン特許をですね、現在出願中のものになっていて、もうまさしくここがね、オリジナル性あふれるですね、サポーターの、まあ特徴になっております。うん。で、さっき見ていただいた、この部分のさ、緩めた時に出てくる、このね、裏側の部分の、ここの滑り止めのところがあるじゃん。これが、手首をね、しっかり固定してくれていて、これ、ノースリッププリントっていう形のですね、いわゆる滑り止め加工をしてるんですよ。で、プリントなんだけど、ここの部分だけちょっと若干ね、素材が違って、これによって、くる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 回らない形になってるので、そういった意味からもですね、こちらの、サポーターはですね、しっかりとこう、サポートしてくれるような形です。はい。いや、これは素晴らしいわ。このアネカの手首サポーターに関しては、徹底的なこだわりを持って作られています。まずは、先ほどお見せしたように、簡単で早く着脱ができるっていうところ。これはやっぱりね、素晴らしく、今まで僕が使ったサポーターの中でも、抜群のですね、使いやすさっていうのを持ってます。で、プラスオンで、これすごいなって思ったのが、この付け方のところにも秘密があるんですよね。例えばここの部分が離れているバージョンのよく薬局であるようなサポーターであれば、なんかいまいちしっかり固定ってしにくいんですよ。なんですけど、ここがしっかり固定ができるこのね、輪っかがあることによって、ヒュッと片手で引っ張ってこのままこういう感じでくっつけるから、固定力も半端ないんですよ。なので固定が緩いなっていうような感じも何一つございません。で、何よりですね、この今回のこの製品に関しましては、なんかつけてる時にですね、快感を感じるような生地でもないので、マウス操作こういう風にする時とかに関しても、特に引っかかりを感じないですし、この、生地自体がプレミアム生地の柔らかい、まあ、生地を使ってるので、そういった意味でも長時間、使っていくことも可能かなっていう風に思います。はい。で、このアネカ自体が開発する製品っていうのはですね、スローガンとして、ディティールが違いを作るっていうような、まあ、スローガンを掲げていまして、サポーターの方々のレビューと自主テストを何回も何回も得て感じた点をもとに、多彩なですねディティールを変化を与えてですね、動くほど楽なサポーターを開発した形になるんですよね。なので何回もテストしたっていうところから、特にですねこの不満点っていうのがすごい少ない、サポーターにもなってるので、今までのサポーターっていうところでなんかちょっと嫌だなって思ってる、こととかも、これだったらほとんど解決できるんじゃないかなっていう風に思います。今までのこういったやつって結構肌に当たるから、ラベルの部分がですねなんかちょっと痒かった
ったりするんですけど、これに関してはラベル部分も結構小さくなってるっていうところから、市販されてるサポーターとかと違ってですね、肌が痒くなりにくいんですよね。なのでそういったところも含めてですね、僕は結構これ重宝しやすいなっていうふうに思いました。はい。でさっきね、この生地っていうのが驚くほどつけた時に自然感があって不快感を感じないっていうふうに言ったと思うんだけど、この生地もですね、実はそのディティール開発のために、何回か変更された形になっていて、元々の生地から変えてですね、こちら機能性の3レイヤー生地に適用した、生地に変更したんですよね。で、3レイヤー生地っていうのは撥水機能とともに、まあ丈夫な手首をサポートしてくれる生地になっていて、生地の、中がですね、PU と特殊フィルムをこう何層も何層も重ね合わせたような形になってるんですよ。それによって、例えば手首って汗結構かきますよね。汗をかきやすい手首とかでも汗をしっかり吸水し、そして早く速乾し、で、なおかつ不快感を与えない形のサポーターになっています。はい。今回こちらのサポーターに関してはワンサイズのみなんですけども、しっかりとこの部分がですね、幅広くですね、サイズ調整ができるように、こういう風に取られているので、子供の方から大人のね、男性とか、あとは女性、そういった手首のね、サイズにまばらがあるような人とかでも、全然ね、使いやすい、しっかりとどんな人でも固定できるような形になってるかなっていうふうに思います。はい。で、実際、テニス、大会とかでもですね、公式スポンサーとしてこのアネカは採用されていまして、様々なテニスプレイヤーの方とかにも使っていただいている製品にもなってるので、運動とかそういうのを普段からされてる方とか、そういった方にも非常におすすめです。で、重さに関しても、こちら 10g、ぐらいしかない形になっているので、運動される時のその重さを気にされる人とかにも非常におすすめですし、あとね、生地っていうところもそうなんだけど、糸もそうだし、これイタリアのプレミアムラディオンというですね、いわゆるイタリアのカンパニーのラディッチ社が生産するプレミアムナイロン原子を採用している形になっているので、そういった意味からも生地的な品質っていうのも担保できているっていうところも非常にいいんじゃないでしょうか。このラディオンという、まあ糸の、原子に関しましては、プレミアム級のストッキング、ランジェリーなど広く使われている形になっていて、新鮮な肌触りと心地よさっていうのを提供してくれる形になってるんですよ。なので、そういった意味からも、まあ、こう、下着をつけてるような感覚で気持ちいい感じでですね、つけていただくことが可能な形の製品になっております。で、最後、こちら皆さんに見てもらいたいのが、吸水性っていうところなんですけど、ちょっとね、軽くなんですけど、ここの部分、水をつけてみましょう。はい、こういう感じでちょっと水をつけてみました。水をつけた感じとして、この部分すぐにね、もうスポンジみたいに吸ってくれてます。ここの部分がなんですが、ウェットスーツみたいな感じで濡れてもすぐに乾いてくれる形になるので、こういった手首周りでね、水場の仕事だったりとか、それこそトイレ行ったら手洗ったりとかしなきゃいけないじゃないですか。なんでいちいち取り外しってめんどくさいと思うんですけど、これだったら正直なところ言うとですね、つけたまんまで手を洗ったりとか、お風呂に入るとかそういうのはおすすめはしないですよ。なんですけども、ちょっとした水仕事ぐらいだったらやっても大丈夫かなっていう風には思います。はい。じゃあ最後こちらまとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい。皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、こちらのアネカというところの手首サポーターをご紹介させていただきました。どうでした？はい。結構簡単でしょ？で、しかもこのね、簡単な着脱システムになってるからこそ、一人でも、こういう風にね、つけれるっていうところは非常にいいんじゃないかなっていう風に思います。はい。まあ、テニスとかそういうのされる人だったら、両手につけていただいてもいいですし、僕みたいに PC 作業でね、特にマウス操作がしんどいよっていう人とかだったら片手だけでもいいかなと思います。実際使った感じとしても、しっかりと手首を固定してくれますし、なんかつけにくさっていうのも全くない。で、しかもさっき濡らしたところに関しましても、もうすでに乾いてるんですよね。なので、ちょっとした水仕事とかだったら、つけたまんまでも、やることが可能っていうところも含めて、日常使いすごいしやすいなっていうふうに思いました。ね、残念なところに関しましても、そこまで感じる、メリットは何もないっていうところなので、そういった意味からもですね、僕は結構これいいなっていう風に思います、うん、で今後ね、これ耐久性っていうところでどれぐらい使ったらここの部分がちぎれてくるのとか亀裂入ってくるのっていうところはね、やっぱ検証していかなきゃいけないかなと思うんだけども、それ以外のディティールだったりとか製品としての機能性、そして付けやすさとか使用面っていうところに関しては、今までの薬局とか、それこそスポーツ量販店で買うような、サポーターとかに比べると圧倒的にね、いいかなっていう風に思いますので、ぜひ手首の痛みとか腱鞘炎に悩んでる方いらっしゃったら、僕みたいにこういったアネカのサポーターを使っていただければなっていうふうに思います。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。概要欄から買えるようにしておきます。じゃあ